法隆寺建納宝物。法隆寺建納宝物は、奈良県イカルガ町にある法隆寺に伝来し、1878年、明治11年、当時の皇室に建納された306段の宝物、文化財の総称である。第二次大戦後は大部分が東京国立博物館の所蔵となっている。正倉院宝物よりも一時代古い、飛鳥時代から、 奈良時代前期を中心とする工芸品、仏像等を多数含み、歴史的、文化的に価値が高い。東京、上野の東京国立博物館の一角に、法隆寺宝物館という建物がある。ここに展示保管される文化財は、右余曲折を経て、同博物館に保管されることとなったが、かつては、聖徳太子ゆかりの寺である。奈良、法隆寺に伝来したものである。 これら三百数十件の宝物類の中には、元法流寺党院のエデンにあった、聖徳太子エデン、国宝、四十八体仏と、通称されるアスカ、奈良時代の小金堂仏群をはじめ、金属工芸品、染色品、蝶土類、儀学面など、多数の遊品を含んでいる。宝物の中には、中世、近世の作品もあるが、大部分は、アスカ、奈良時代の作品である。 これらのうち、疑学面は、小燥院宝物のそれに匹敵するコレクションであり、飛鳥、奈良時代の小金堂仏群は、質、量ともに他に抜きんでたものである。普及しやすい状態の染色品が多数残っている、点も特筆される。かつては、皇室の所有品という意味の、漁物という語を用いて、放流寺件造漁物と呼ばれていたが、 第二次大戦後の1949年に一部を除いて国有となり、それ以後法流寺建能宝物と称されている。所蔵者である東京国立博物館では1964年校内に法流寺宝物館を開設し、建能宝物を展示、保管、研究している。これらの宝物が法流寺から皇室に建納されたのは、 前日のように1878年のことである。これに先立つ1876年、明治9年11月、法隆寺は、住職地派や上長名で、国器物コンビ業願いという文書を、当時の県令、最初厚し宛に提出した。この文書に基づき、当時の日本政府は、宮内教、徳大寺左熱根を中心として、宝物の調査を行った。翌々年、 1878年2月18日付で、区内省は、宝物の権納を許可することとし、放流時には見返りに、金1万円が貸しされた。1878年当時と21世紀の京都では、社会、経済状況が異なり、金額について、単純には比較できないが、当時の1万円は、今日の数億円に匹敵する莫大な金額であった。 天皇宝物の中には、聖徳太子ゆかりの品を含む法隆寺にとって、かけがえのない品が多数含まれていた。法隆寺がなぜ、これらの貴重な寺報を手放そうとしたのか、正確なところは不明であるが、道儀の修繕も思うに任せなかった、当時の法隆寺の経済的苦境が背景にあったとするのが通説である。明治初年の神仏分離、廃仏希釈の時期を経て、 当時の日本の仏教寺院は、治療や権力者の後ろ盾を失い、経済的には極度に困窮していた。広い境内に多くの古建築を有する法隆寺には、それらを維持修繕する経済的基盤もなく、時報も三逸の危機にさらされていた。また、当時の政府の宗教政策により、法隆寺は新言州に所属させられていたが、 少しでも早く同州からの独立を果たしたいというのが寺の悲願であった。そこで、寺法を散逸させるよりは、日本で最も安全確実な保管先である皇室に、寺法を一括堅納して永久に伝えるとともに、その見返りに与えられる貸金によっていたんだ道具を修繕し、寺の運営を安定させ、新言州からの独立を果たそうという寺側の考えから、 宝物剣能という苦渋の決断に至ったものと推測されている。この時剣能された宝物類には大型の仏像等は含まれておらず、儀学面、仏具類、染色品などの比較的小型軽量なものや、屏風のように持ち運びの容易なものが主体である。これらの宝物類には、江戸時代に江戸や京都で行われた手外帳の際に持ち出されたものが、 再び選択されている例が多い。出外長とは、江戸や京都などの大都市に会場を設けて、寺院の秘仏霊法等を公開する行事で、当該寺院への信仰を広めるとともに、勧人、再建、修繕などの資金集めを目的とすることが、高田。その内容、目的ともに、近現代における、秘宝特別公開に似た面がある。江戸時代には、 多くの寺院がで会長を行い、特に、成田不動、成田山新勝寺や新州の善光寺の出会長が、評判になった。出会長の会場では、曲芸などの出し物が披露されるなど、当時の人々にとっては信仰とともに、レジャーの場でもあった。法隆寺では、1694年、元禄7年と1842年、天保13年に、江戸で1695年、 元六八年と千八百年、完成十二年に、京都で、それぞれで会長を実施した。千六百九十五年の江戸における会長は、本所の江光院を会場とし、同年七月五日から約三ヶ月にわたって、行われた。この時は、法隆寺党院秘蔵の仏車理を本尊として、玉虫寿司、立花ジ人寿司、夢多外観論像、以上、現、国宝。 聖徳太子直筆とされる、北慶二書などの秘宝が公開された。出外町に先立つ六月十六日、時の将軍、徳川綱吉の聖母継承院は、江戸城三の丸後にて宝物を拝見し、寺に三百両を寄進している。他にも大名、旗本らの寄進が相次いで、この時の出外町は成功裏に終わり、法隆寺は念願であった同等の修繕を行うことができた。 継承院は、紛争多い N-33、お足印 N-36 などの宝物の保管用に、徳川家の葵の門入りの箱を寄進するなど、法隆寺に多大な援助を与えている。法隆寺では、その後、1842年、天保13年の6月から8月にも、ガラン修復の資金集めを主目的として、江戸で会長を行った。 この時の出外町の様子は、宝物に堂々して、江戸に向かった地相が記した、問い出外町日記に詳しく記されている。出外町の会場は前回と、同じく江光院で、仏舎利ののか、秘仏の聖徳太子像、元、国宝、法隆寺精霊院安置が会長され、その他にも多くの宝物が並べられた。ただし、この時の出外町は、後に、 天保の改革と呼ばれる倹約奨例の清掃を反映して寄付が思うように集まらず、工業的には不成功であった。前日の江戸で会長日記によると、この時公開された宝物は115件、点数にして約200点であった。浮世絵師の歌川国顔にこの時の出品宝物をスケッチさせた五宝物図絵、五宝物図絵追編という図録を出版しており、版木が 法流寺に残っている。この税には全部で88件の宝物が図示されているが、それらの大部分が現存する剣能宝物と同定、可能である。88件のうち、現在所在不明のものはわずかに2件、剣能されず現在も寺に残るものは3件で、残りの83件は、1878年に、皇室に剣能された宝物に含まれている。つまり、 天保の江戸で会長に出品された宝物の大部分が天皇宝物にも選定されたというとになる。明治時代に入ると東京や京都で行われた博覧会に倣って奈良でも荷川範利外務大六、藤井博、奈良県ゴ令らの呼びかけで東大寺の大仏殿と回廊を会場として奈良博覧会が実施された。 同博覧会は1890年まで15回に、渡って開催されたが、うち1875.1876年、明治8.9年に行われた第1回と、第2回の博覧会には、焦燥院宝物と共に、法隆寺の宝物が出品されたのである。1878年の皇室への宝物剣納には、このような前史があった。第2回奈良博覧会終了後、 剣能予定の宝物は、法隆寺へは戻されず、一時、東大寺の尊勝院に保管されていた。1878年に、皇室への剣能が決まった後、同年3月、宝物は、正奏院の宝庫へ移されている。1882年、明治15年、東京、上野に、博物館、東京国立博物館の前身が、移転、開館すると、 法隆寺宝物はそちらへ移動された。宝物は、農商務所御用係、黒川前よりが、運搬担当となって、回路横浜へ運ばれ、横浜からは、小型船に積み替えて隅田川を上り、陸揚げされた。なお、焦燥院から上野への宝物引っ越しの際に、手違いがあり、焦燥院伝来の染色品の筆を、法隆寺のものと間違えて運んでしまった。このため、 東京国立博物館には本来焦燥院に伝来した染色品が収さされ、逆に焦燥院には放流時伝来の染色品が残ったまま今日に至っている。県農宝物は魚物、すなわち皇室の所有品であったが、東京国立博物館の前身である定室博物館に保管され、展示公開されていた。第二次大戦後、 GHQ の皇室財産の削減指示に従って、皇室財産であった、小僧院魚物と法流事件農業物は国有化され、前者は宮内庁、後者は文部省の管轄となった。法流事件農業物については、その大部分が文部省の所管となったが、焦徳大使室とされる、北家義書1万円紙幣のデザインに使用されたことで、著名な、 聖徳太子及びに王子像など皇室に、揺りの深い十件は引き続き、巨物のままとされた。また、法隆寺近を四天皇像の持ち物であった、七重文道大塔と、無門道大塔、五十塔の部材の一部であった、福鉢、聖霊院本尊聖徳太子像の付属とされる、木製靴の、計四件は、法隆寺の寺報と不可分のものであるとして、寺に貸しされた。法隆寺は、 剣能宝物は、文部省ではなく、皇室に剣能したものであるとして、宝物全体の返還を申請していたが、交渉の結果、上実の四件のみが、寺川の希望に沿って返却された。剣能宝物は、東京国立博物館の平常陳列の中で、部分的に公開されてはいたが、剣能宝物のみが一括して展示される機会は、長らくなかった。そのため、 県能宝物専用の展示館の建設は長年の悲願であったが、1961年、博物館校内南西の敷地にようやく展示館の建設が着工され、1962年、春光。法隆寺宝物館と名付けられたこの展示館は、文化財の万全な保存のため2年間コンクリートを枯らした後、1964年10月開館した。 この展示館は2階建てで、展示館と収蔵庫を兼ねた建物であり、すべての展示は2階で行われていた。また、文化財保全のために、毎週1回、木曜日のみの開館とされ、木曜日であっても、雨天の日は閉館とされていた。この1代目放流寺宝物館は、建て替えのため、開館から30年後の1994年2月に、閉館し、同年12月から、 新館の建設が始まった。旧館閉館から新館建設着工まで10ヶ月を要しているのは、この地位が関英寺の休憩台であり、建て替えに際して地下以降の発掘調査を行ったためである。レストランや図書室などを備えた新法隆寺宝物館は、1999年7月に開館した。旧法隆寺宝物館が、 中 1>, 1日だけの開館であったのに対し、新、放流時法を持つ館は、休館日以外、毎日開館することとなった。展示室は1階に2室、2階に4室あり、混同物や金属工芸品のような材質堅固で、常設展示に耐えるものは常時公開される一方で、染色品などの脆弱な素材の文化財については、随時展示外へが行われている。室別の展示内容は、 以下の通りである。東京国立博物館では、これら宝物の学術的調査研究を継続的に行っており、その成果を放流事件の宝物特別調査外法として公表している。外法は1981年間の疑学面を最初として年1回のペースで刊行されている。東京国立博物館の目録上、 宝物の件数は319件となっており、登録番号、同館では、列品番号というは N1、N2 のように、N 字を付している。宝物の件数は当初は318件であったが、それ以外に未整理のままで番号の付いていなかった、染色品が大量にあり、これらは調査と修理の済んだものから、N319XX という枝番号を付けて整理されいる。 なお、1949年に、東京国立博物館の所蔵とならず、魚物にとどまったものは、以下の10件であった。このうち、はたたれ飾りから、八神、久子ひさごつぼまでの7件は、昭和天皇没後、皇室から国へ寄贈され、三の丸なお倉館の所蔵となっている。日田吉貞文書は、戦前から、図書量が管理していたもので、戦後は、 区内庁所領部が保管している。残りの、聖徳太子及びに王子像及び、北ッ義儀所のみが引き続き魚物となっている。また、近藤四天皇像の持ち物であった、七江文堂大塔など四件が、法流寺に変換されたことは前日の通りである。丸印は国宝、無印は国の重要文化財。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。